ち上げています。センターに任せる。センターの松本剛が取っています。ワンアウトです。まずは先頭の絶好調福田周、非常にいいというふうに自分でも話していました。見逃しの三振、指揮者球審の万事ポーズが出ました。して取りました。名を連ねていませんでした。高め空振り三振、147キロ速いボール、ツーシームかな、今かけてるかな、ちょっと、純粋なストレートではなかったですかっていう印象かな、僕は。バットを折ったセカンドゴロ、そんなのがキャッチャーだと思うんで、空振り三振です。高めのボール、フォアボールのランナー出しましたが、その後伊藤大海しっかりと抑えました。空振りの三振です。ここすらそう、これでいいんですよ。空振りの三振です。お見事ですよ。今のツーシーム生かすために絶対あのスライダーが、スイーパーがもうベスト、すごくピッチャーとしては嫌なバッター。センターへのフライです。2打席連続のセンターフライとなりました。サードうまく取った。軍司素晴らしい、成長してる。うん、この表情どうでしょうか。いや難しい、本当にバンド合わせられないんで、本当難しいです。サード空振り三振、スイーパーでした。先ほど言ったようにこう2巡目は別に表でいい、表の配球でいい、はい、っていう話しましたね。逆にバットが回りました。伊藤大海、これ4回で7つ目の三振を奪いました。打ち取った、高く上がっているサードか、サードの軍司、ボールを取っています。ワンアウト、逆方向、ショート水野、うまいプレーだ。エスコンで抜群の安定感、ショート水野。いや今の体勢崩しながら取って、そこから立て直して投げるまでの速さが素晴らしい。この、早期もストライクゾーンですね。なんとかバットに当てましたが、ショート水野軽快にさばいてスリーアウト。しょうがないんで、センター方向へのフライです。ゆっくり下がっている松本剛、空振り三振、8つ目の三振奪いました伊藤大海。やはりあのスイーパーのキレ、曲がりの大きさ、すごい。7球目取りました、スリーアウト。伊藤大海6回1安打無失点、見事な投球でした。